どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボーク、現在、リバイバル復刻中のムカデカネキインボークフェスで来てますね。ムカデカネキですが、今回こいつを使って、久しぶりに戦っていこうかなと思います。こいつ出た時にガチャの排出率が 30% でかなり苦労して引いたキャラなんで、使ってやらなきゃな。いや、めちゃくちゃ使ってたんだよ使ってたんだけど、まあやっぱそれより強い死神廃世っていう存在が、出てきちゃったから、ちょっとこいつはお蔵入りになっちゃったというか、まあ今回特攻もついてるしね、非常に強力なキャラクター、攻撃力なんて2150あるからね、早速使っていきたいと思います。で、まあこいつの弱点、ムカデカネキの弱点として防御力が極端に低いっていうことと武器耐久値が極端に低いっていうこと、まあ今特攻ついてるから上がってるけど、特攻がついてなかったらあの武器耐久値はこれ5しかないんですね。だからまあそこのカバーとして、今回武器耐久値を回復するムツキですねと、まあ一応相手の攻撃力を下げて、こっちの防御力を上げる石金木と、まあそれでも心配だからまだアヤトのスキルを使って回避をつけるっていう 30% の回避をつける。でこいつ自身アビリティで、このガード率アップ S プラスっていうガード率が 30% アップするっていうアビリティ持ってるんで、ガードもするし避けるし防御力も上がってるし相手の攻撃力も下がってるし、ブースト剤で防御力も上がってるしっていう状況、武器耐久値も回復するし HP も回復するしっていう、もう至れり尽くせりな状態を作ってあげて今回は戦っていこうかなと思います。まあこれで倒れちゃったらもうどうしようもないですよ今特攻かかってるんで、まあとりあえず大丈夫です。とりあえず火力が高いっていうとこ、注目していきたいと思います。では行きましょう。めちゃくちゃ使ってたんですよ一時期。ほんとこいつしか使ってない時期があって、うるさいんですよねこいつ。もう攻撃してないこの時点でもううるさいんですけど、とりあえずね、金木は覚醒しようかな。大丈夫かな。アニマでブレイクすることは確定で、石金木とりあえず一発撃つか。こいつどれぐらい削るんだっけ ?10 削ってくれるんだっけ ?8 ですね。8だから敵の武器耐久値が今12あるんだよね。だからとりあえず撃つか。とりあえず一発撃って、こいつが何連ダメージだ ?6 連ダメージだから、あと4。削れば1個削れるのかな。なるべく石金木全部打って、これ多分ね全部打てるはず。打てて、ここは、まあ、ムカで打っちゃうと武器耐久値下げちゃうから、まあ有馬で普通にブレイクします。で一旦とりあえずブレイクバーストかけて、で有馬のスキルを打って全員に 2.25 倍かな、あ 2.5 倍か 2.5 倍のバフかける。 OK、 これで最大になって、ムカデを打っていきましょう。まあ、本当は、オールで防御力も下げたかったんだけど、で一発38万ぐらいが出てて、何連ダメージだっけこいつ、10連だっけ7連だっけ、出るんで、まあそこそこの火力出てますね。でそうだな、とりあえず、石金木、石金木溜まるかな、とりあえず石金木一旦目で相手にデバフかけたいんで、スキル貯めていきますか。で覚醒して、で一旦目であれですね、もうムツキに交代しちゃって、ムツキの自動回復もつけていきますか。あ、それもったいないかな、アニマを交代してアヤトにやらせるみたいな、そういう感じでいきますか。いや、フルタで出血させるのもありだな。そうだな、フルタは交代するか。とりあえずムカで、基盤でいきます。うるさいですね。僕だ、久しぶりに使うとこいつの叫び声がどれだけうるさいか。昔はね、ぶっ壊れだったんですよ。武器耐久値を、こいつのどれぐらい削る、マイナス7っていうのがすごくでかくて、で相手に出血させると、でムカデ出して、まあ次のターンでいいかな回避をつけるのは。でこいつね、すごい攻撃のモーションかっこよくない。相手のところに近づいて殴って戻ってくるときに、このムカデのカグネがさ、このなんて言うんだろう、この自由に動くっていうかさ、このバタバタバタって動く感じがアニメのルート A と全く同じですげえいいんですよね。
アニメのルートへもなんか篠原に飛びついていくとき、まあなんだっけ、篠原の雰囲気忘れちゃった、鬼山田でぶった切れる前のときですね、あん時のカグネの動きは俺、僕めちゃくちゃ好きで、分かってくれる人がいるといいんですけど、ここ、アヤトに交代したいな。とりあえず、ムカデ打っても大丈夫だから、まず打ちます。まあ、めちゃくちゃ削るってわけでもないんでね、銃とか削ってくれるわけじゃないんで、まあ、武器耐久値がたくさんある敵に対してはなかなか、これ2人ともいけるよね。怖いけど、アリまでブレイクするか。危なかった、今どれぐらいか数えてなかったから。撃って、相手まだそのでかい攻撃してないから、あれこれ何になってるの、これ今何になってる、防御が下がってんのか。なるほどね。とりあえずまたアリマ撃って、望み通りか。で、アヤトを出すか。アヤトを出して回避をつけていこう。もうずっとなんか最近このアヤトをね、普通の集会パーティーでも使ってるんですけど、すげえかっこよくて、あだになったな。アヤトの攻撃する瞬間、これ見えるかな、キラキラなるのがすげえかっけんですよね。キラ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 。駆逐のこの画面、カメラ視点だとなかなかそのサイドの2人が見えなくなっちゃうんだよな、コンボ重ねると。でムカデのスキルモーションもすげえ凝ってて、カグネを地面に埋めて敵の足元からこうぶっ刺すっていう、このムカデカニキはこのブルブル震える感じがまたいいね。この弱ってる時のさ、このカグネがこう疲れて地面にこうバタって倒れてるとこもいい。というかカグネのデザインがムカデカニキはマジで一級品、もうテカリ具合とかすごい好きですね。治った。でもそのグルカルの時の3D モデルと比べてインボケってすげえ凝って作られてるんで、細かいところまで、このカグネの動きとか、そのキャラの一つ一つの動きとかっていうの、この漫画を忠実に再現されてるんですよね。このムカデカネキの動きが、アニメと漫画と、この普段攻撃してないと、この指振ってる時のムカデっていうのは漫画の時の格好で、攻撃してる時のモーションっていうのもアニメを忠実に再現されてて、カグネの自由な動きとか、まあ、だからムカデは 3D モデルとして僕すごい好きなんですけど、まあRE と比べて無印の頃、ルート A の頃とか無印の頃の方がすごい動きがあったからね、そこら辺なかなか好きですね。じゃあまあ今回もムカデをぶち抜いていくんだけど、ブレイク、そうだな、ブレイクするのは石金木でさせたいな。ブレイクバーストムカデが持ってないんで、アヤト出してるし、アヤト打ってから撤退させたいところはある。だからどうにかこうにか石金木にブレイクをさせたい。石金木のブレイクバーストが発動するんで、ムカデのスキルを打ってある程度下げて、待って、下がるか、相手が今8か、今8だよな。これ打って、これこいつ10連ダメージだっけ何連ダメージ10連か。これ9、8だから武器耐久値7削って、8削っちゃうんだよな。8削っちゃうとムカデでブレイクしちゃう問題なんだよな。いやー、こいつも8か。うわ、絶妙なとこついてくるね。そうか、絶妙なとこついてくるんだよな。これ誰で攻撃、このアヤトでスキル打ったとしてムカデでスキル打ったとしても自分の多段ヒットがあるんで、ムカデだとブレイクしちゃうんですよね。なかなかそこは難しいっていう。打つか。僕だ。待て、アヤトってブレイクバースト持ったっけ。持ってたような気がするんだけど、まあブレイクバーストウォールじゃないと思うけどね。あったわ、違うわ、クリティカルアップダブルエースだったわ。そっか、まあいいや、有馬に交代しよう。ここは火力出してるから、有馬で打っていく。まあ今3ターンかかってるしね。まあまた最後の方のターンになれば有馬を覚醒させて、アヤトと交代しながら戦いますか。すまなきゃっていうか、ムツキ出してね。そういや、至れり尽くせりの状況作ってねえわ。まあ、よーくムカデの動きに注目してて、ムカデがこう飛び、相手にこう戻ってくるときに、そのこの見て、これいくよ、トン、
このバックステップの感じ、バックステップの時のこのカグネの動きがめちゃくちゃ好きで、ちょっと細かいこだわりなんだけど、オタクなんでちょっと許してくれ。細かいこだわりがね、なかなか大きにでございます、このキャラクター、うん、ムカデカネキすごいいいキャラクターなんで、性能的にはまあ最近のキャラクターにそれは劣るかもしれないけど、別に今インフレ止まってるし、うん、引いてもいいんじゃないかなと。別にあのめちゃくちゃキャラの性能いいやつ引いたところで、このゲームどんだけ火力出そうとね、あの1億ポイントさえ出していればあれなんで、うん、報酬は全部もらえるんで、ダメージチャレンジのとりあえず1億出せればそれでいいみたいな考えですね、僕は。だって僕みたいにいつもバカみたいに10億ダメージチャレンジとかやってるけど、あそこまで出す必要ないからね。占領戦終了間際とかにそれゴリゴリ削れるんだったらいいけど、その時間帯どうせみんな学校行ったり仕事したりしてるから、そこまで必要ないんじゃないかなと。まあピエロだって3000万ダメージ出してれば S ランク狙えるし、そこまで必要ないんじゃないかなって俺は思います。じゃあまたムカデカネキを軸に戦っていきますか。もしかして出血終わってる？じゃあこのターン古田と交代してあれだな、僕だ。ムカデをやってまたありまでブレイクして、望み通りか。また削っていく、ブレイクバーストかかる。でこのターンは古田で、出血をさせたいと、そういう魂胆ですね。すまなきゃ。ザン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 。俺カネキ統一パーティーにムカデ入れてたっけな、なんか最近入れなかったような気がするわ。さあこの主人公なのに、そろそろなんかそのフェスゲンとかスペシャルでカネキ来てもいいような気がする。まあ3周年に登場したけども、登場したけど、そろそろ新しい金木来てもいいような気がする。主人公なんだし、一番フェスゲンとかキャラクターが多くてもいいはずでしょう。なんか昔グルカルの時代からそうなんですけど、なんかね主人公の出番が少ないっていうか、そういう傾向ありますね。逆にそのひなみが多かったりとか、トーカーが多かったりとかするんですけど、うるさマジでうるさいんだが、マジでうるさいんだが、まあ、なんとなく次のスペシャル、ハイドが来そうとか思ってたりするんですけど、じゃあまあ全然削られてないし、別にあれかな、出す必要ないかな、アヤトは。まあそうか、シフトが1個残ってるんだったらアヤトを出してもいいな。僕だ。待って、これ溜まるよな。溜まるな。カネキは打たない方がいいよね。んじゃあここで有馬打ってブレイクバーストをかけていく。望み通りか。でアヤトとどうせ交代するから、有馬を先に使っていくか、アタックポイント。すまなきゃ。いつになったら誕生日キャラにエフェクトがついてくれるんだろう、ずっと待ってるんだけどな。青赤なんだから黄色いエフェクトをつけるべきなのでは。あだになったな。 OK。 ムカデ溜まってくれるかな。と微妙じゃない ?6 か。まあでも立ち回り考えて打てばジャストミートぐらいなのかな。OK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 。 なんとかたまる。最後はスキルで締め。
ッケー、一発40万ぐらい出てるね。チリア、大したことなかったですね。はい、ということでダメージどれぐらいいってたんだろう。今回全然見てなかったけど、ムカデカニキが死なねえよ死なねえよ、それが心配でさ動画として成り立ってなかったら嫌だから。1億8500万ぐらいですね。まあ大体はムカデカネキが出しているかと思いきや、特攻がかかってない石カネキくんまさかの君、主役のムカデを上回って火力を出してる。まあこいつは一旦目にさ、自分にバカみたいなバフかけてるから、まあそこら辺であれかな、言ったのかなと思うんですけど、まあ有馬のやつ上書きされてるしな、どうなんでしょうか。なんでこいつ特攻かかってないのにこんなダメージを出してるんですか、疑問なんだが。はい、というわけで今回は、ムカデカニキ、今復刻中の、ムカデカニキを使っての久々の戦闘でした。まあね、あの 3D モデル本当に、まあ1番2番争うぐらい好きなキャラクターなんで、ぜひともムカデカネキ好きの方は、引いて気持ちよくなってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。